新宮城寿司談義、皆さんこんにちは。ナビゲーターの相澤直也です。セカンドシーズン第5回目は三重県有数の港町石巻に来ております。石巻の福寿司さん、早速お邪魔しましょう。それでは行ってきます。はい、では親方、今日よろしくお願いいたします。親方の大場秀夫さん、そして息子さんの俊和さん、はい、親子でやられているというのは素晴らしいですね。寿司屋にとっては夢のようなまさに親子仲と言いますか、お店も大変素敵で、そうですね、リニューアルされて3年ぐらいですね。3年ちょっとぐらいですね。創業は何年の創業？昭和53年53年から、初代で、そうです、で2代目で、石巻といえば、こう魚のこう、まあ、都といいますか、そうですね、まあ、漁港町、特産定大三条漁港にやられている、そうですね、時期的に、今はどんなお魚が、そうですね、今あの、カツオとかね、カツオ、はい、これからのサンマですね、サンマ、はい、サンマね、ここ数年ちょっと不漁が続いてますけど、ね、今年はどうですかね。今年もちょっとね、でも去年より少しいいような気もするんですけどね。まだ女川に入るにはね、はい、ちょっと早いので、そうですか、期待してますけど、ね、はい、で今日はお寿司は何を、ね、今日はあのおまかせです。今日のここのとこ、今週はあの、はい、ボタンエビがブドウエビ、ブドウエビ、結構入りました。おろしのエビでございます、ね、今日はこの特別、ね、おまかせの中にいつも入るわけじゃないですね。そうですね。今日はちょっとラッキーで。いや、このブドウエビはそんなに入るもんじゃない。そうですよね。もう本当最近幻のエビと言われてます。幻のエビですか。じゃあそれもいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それでは空気さんのおまかせ握り。こちら値段3300円。そうです。はい、このネタで3300円ってことは、なんかこれね、あの、うん、観光のお客さん結構多いんですよ、はい、おまかせが、はい、あのすごい時は日曜日に来たお客さんがみんなあのおまかせで買ってね、何なんだろうと思う。やっぱりね、でも今いろんなお店であの寿司店に取らせていただいてますけど、あのおまかせ握りっていうのが一番再生回数が多くて、やはりあの一般の視聴者の方も、お寿司屋さんだからやっぱお寿司を見たいっていう方も多いんでしょうね。まあ、ネタですけども、まず上からウニですね。これ宮城県のウニです。そうです。これあのね、ここの石巻の十三浜、木村水産、十三浜のウニですね。それからイクラ、ホッキ貝、カツオですね。カツオも石巻で、そうですか。とヒラメ、それから本マグロですよ。やっぱり本マグロ色が全然違います。これはね、塩マグロですね。塩マグロ、本マグロ、残念ながら石巻ではなかなか、でも同じ三重県ですけど、まあそうですね。このアワビはどうしようか。もちろんここの地元ですね。それからこれですよ、ブドウエビ、ね、これは絶対おすすめですね。今じゃ本当に幻ですからね。結構大きいですからね。そうですね、大きいです。そしてこのシャコがこの時期に食べるのはとてもまあ珍しいですけど、これも石巻。いや、もちろんそうですね。そして金華様、ですね。いや、本当綺麗に卵も自家製ということで、じゃ早速いただきたいと思います。いや、本当に何から食べていいか迷いますけど、カツオからいきますかね。え、じゃあもう私は手でお寿司をいただきたいと思います。いただきます。今の時期にしてはもう脂乗ってますね。そうですね、うん、まあ、これからですかね。これからますますね、あの脂乗って。カツオもね、あのうまいやつはもうマグロよりうまいカツオもありますからね。うん、いやでも美味しい。うん、コリコリですな。大トロ行きたいけど、大トロもうちょっと後まで楽しみですね。あの、ブドウエビをね、ブドウエビ行きますか。
いや、最後にしようか迷ってたんですけど、ただ、大トロ食べてしまうと。はい、わかりました。じゃあ、ぶどう入り、行かせていただきます。白ボタンとは違いますね、この甘みがね。甘みがね、濃厚ですね。濃厚です、ね、もう尻尾だけになっちゃいましたね。ぶどうエビはこれはあれですか、あの時期的にはシーズン、はい、まあ今の7月8月お休みだったんですよ、はいはい、それで9月に入ってようやくまた入るようにトロールを再開して、うん、だからこのぶどうエビが取れるっていうよりも元気、はい、はい、7時が入ると一緒にこれが入ってはあ。だからね、その高級キンキン、うん、高級ブドウエビ、ね、すごい組み合わせ、すごいですね、次はシャコ、いかせていただきます。シャコはね、なんていうんですか、ちょっとホクホクとした、うん、食感で、同じエビでもまた全く違うんですけども、シャコってね、ちょっと見た目がね、人によっては怖いというか、まあ宇宙人のようなね、見た目なんですけども、いや実はね本当にうまいんですよ。甘みがありますか、ね、甘みあります。これそのシャコをちょっと見せていただいて、そのままで、そのままで、はい、すごいですね、これもう本当に SF 映画に出てくるようになって、こんな感じなんですよ、シャコエビっていうのは。でこれをこうハサミで切って身を出すんですけど、立派ですねこれ。メスとオスがありましてね、ね、今いただいたのはオスですね。ただね、今の時期は、うん、メスにもそんなにこう入ってます、ね、そうですか、やっぱり卵もね、美味しいんですよ ね、 うすね、うん、でも本当にシャコエビ好きな方は、ね、オスっていう、そう、オスの方が甘みがある、甘みがね、サバを生かせる、スキンカサバになります。これ締めて何日くらい、これ、ね、昨日締めたんですけどね、一番いいんですね、サバもね、やっぱりね、2日目が一番美味しいと思います。だから1日目の、これからこう生で入ったやつね、はい、あれはやっぱり、うん、締めがけよりも2日目くらいそうですね。ちょっと、おとろっこれでいただきます。ほんまからでございます。いや、うまい。うん、マグロ。本当のマグロ。約束でございます。ありがとうございます。スタッフがね、撮影スタッフがもういいないいなと言ってたんですけど、篠崎はね、まあ、宮城県でも仙台に次ぐ、都会でございますからね。とはいってもその、やはり、漁港町ですから、そしてやっぱり石森章太郎さんがね、石森章太郎記念館があって、それからは、東日本大震災では大変な被害もありましたけども、ここら辺もやはり津波が来て、まあ、うちなんかでも決めたぐらいにですね、うん、そうですよね、うん、まあでもうちあたりはまだいいことないね、うん、ね、どういうところは大変なことになってましたね。まあでも本当に観光に来るとしても素晴らしい場所で、こうやってぜひ一緒まで来て、美味しいお寿司も食べていただきたいなと思いますけど、今リボンアートとかね、あとジブリ、ジブリとかね、はい、そうですね、ジブリ店、それで、過去のお客さんが、はい、結構いらしてましたけどね、うん、なんかジブリも結構人気があるんですよね、そうですね、随分遠くからいらしてました、うん、コストはね、そこに貼ってましたけど、はい、そうです、発色ですか、ウニ泡、ウニやっぱうまいな、結構すごい立派なウニですね、うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。完食でございます。残ったのは尻尾のみ。